こんにちは、サーヤです。今日はこちら、私のリュックの中身を紹介したいと思います。ちょっとカジュアルめな格好の日とか、今日みたいなトレーナーの時にはリュックを合わせることが多いんですけど、そんなねリュックの中身を今日は紹介していきたいと思います。これね、黒のレザーのリュックなんですけど、ちょっと小さめのサイズなんですが、中身はね意外とちっちゃいのにいろいろ入るんですよ。こんな感じで一個ずつね紹介していきたいと思います。まず一つ目がこちら、メイクポーチです。このメイクポーチはカバンが小さいと入らないんですけど、このねリュックはねちっちゃいのに縦の大きさもあるからね、メイクのポーチも入るんですよね。でこのメイクポーチはちょっとしたお出かけの時には、私はこの後紹介するポーチの中にちょっとしたお直しのものを入れるんですけど、がっつり長時間お出かけの時とか、もう少しねコスメを持ってかないと不安だなっていう時はこのポーチの中に詰めて持って行ってます。次、お財布、これは絶対ないといけないですね。であとこちら、これは今年になってちゃんとねスケジュール帳に予定を書こうと思って買ったスケジュール帳です。なので今年に入ってからはちゃんとスケジュール帳に予定を書くようになりました。スケジュール帳も大好きなピンク色です。あとはハンカチ、そしてこれはねファンの方にいただいたものなんですけど、すごい使い勝手が良くて、これねもう毎回持ち歩いてます。この後ろがティッシュポーチになってて、ここをねチャックを開けると、ここにねちょっとしたものが入れられて、でここに鏡がついてるんですね。なので鏡を持ち歩かなくてもこのポーチを持っていけば、この鏡を見てこうお直しすることができるので、もうめちゃくちゃ便利で、ポーチと鏡がセットになってる一体型のポーチなんですけど、いただいてからもうしょっちゅう使ってありがとうございます。でこのねこのポーチの部分にはリップとかバンデードとか持ち歩いてます。さっきこっちでね大きいメイクポーチを紹介したんですけど、こんなにたくさん持ち歩かんときはこのポーチの中にリップとか、例えばアイライナーとか、ちょっとお直しするかなっていうようなものだけを入れて持ち歩いてます。ユニコーンの柄がとっても可愛いです。ありがとうございます。そんな感じ。いやいつも私荷物少ないんだよねでここの前のとこにはイヤホンとか、とこれモバイルバッテリーとか持ち歩いてます。あと iPhone、 iPhone もねポッケがない服の時はリュックの中に入れてます。とここのねポッケの部分には IC カードとかスマホとかもね入れられるので、すごい便利です。はい、こんな感じでねちっちゃいんだけど大きいものもねいろいろ入るんですよ。でねこのリュックなんですけど、黒だから今日みたいなちょっとピンクの派手っぽいトレーナーを着てても締まるし、どんなお洋服にでも合わせやすいし、コーデがすごく引き締まるんですよね。こんなしっかりしてて使い勝手もとってもいいこのリュックなんですけど、なんとじゃじゃん、こちらミニの3月号の付録なんです。すごいでしょ、付録でこんな素敵なリュックがついてくるなんて、私もうびっくりしました。で雑誌も読めてリュックもゲットできて、なんて素敵なんだって思いました。レザーで高級感もありますよね。ちっちゃいけど本当にたくさんのものが入るし、リュックだから両手も塞がらなくてすごい便利だし、お洋服にもね合わせやすいですよね。カジュアルの洋服にも、かっこいいお洋服にも、大人っぽいお洋服にも、今日みたいなね服にも、本当に何でも合わせやすいので、すごく使い勝手もいいと思うし、これが付録でついてくるっていうのは本当にすごいなって思います。実際に背負ってみるとこんな感じです。全然雑誌の付録には見えないですよね。このストラップの部分もここがね調節が効くので、自分が好きな長さに調節することもできます。ちょっと下の方でリュックをかけるときはこのストラップをちょっと長めにすると緩くなって、それも可愛いなと思います。たくさんのものも入るのにこんなにコンパクトなので、ちょっと買い物行くときから友達と遊びに行くときとか、いろんなシチュエーションで使えるリュックだと思うのでね、ぜひねこんな素敵な付録がついてくるミニ3月号を動画の下の概要欄にリンクが貼ってあるので、そこからぜひチェックしてみてください。というわけで、今日はリュックの中身の紹介でした。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。せいでした。バイバーイ。リュックって両手が開くからもう本当に大好きです。かわいい。